ベンジャミン・ヘイドンは、イギリスの画家である。歴史が肖像画を描いた。実生活上では、借金未返済、詐欺などで訴えられ何度か投獄された。プリマスで繁盛した、印刷業、出版業を営む同盟の父親の一人息子として、生まれた。少年期は、プリマスグラマースクールとプリンプトングラマースクールで、学ぶ。1804年に、 ロンドンに単身で移り住み、ロイヤルアカデミー・オブ・アーツの美術学校に入学して熱心に修行した。21歳になった1807年にエジプトを題材にした絵をアカデミーの展覧会に初めて出展した。この作品は美術品収集家のトマス・ホープに翌年買い上げられ画家として上々のスタートとなった。マルグレーブ伯爵から絵の注文を受け、 後にナショナルギャラリーの創設に寄与する美術愛好家の純段尺、ジョージ・ボーモントに紹介された。1809年にアカデミーの注文により描いた絵は評判になったが、アカデミーはその絵を大ホールにでなくサイドルームに展示したことで、アカデミーとの間で紛争を起こした。1810年には、チャールズ・ロック・イー・ストレイクを最初の弟子にした。 この頃画家としての収入が得られるようになったとして、父親からの支援が打ち切られ、借金を膨らませていく生活が始まることになった。1814年にフランスでナポレオンが集めた美術品を見る機会を得たが、否定的な感想を持ったとされる。1820年代に入って、借金の返済ができなくなり1823年に2ヶ月間債務者監獄に収監された。 弁護士の援助と助言で肖像画を描き始め、しばらくはある程度の成功を収めたが、結局1827年に二度目の債務者監獄への投獄を経験することになった。債務者監獄で行われた大議員を選ぶ選挙のパロディを題材に描き、その絵が国王に買い上げられたりした。1846年に大きな借金を残して自殺した。 1839年頃から自伝を作り始め、没する前に、1820年頃までの生涯について出来上がっていた自伝は1853年に3巻の書物、Life of Benjamin Robert h a d e n ヒストリカルペインターのタイトルで出版された。ありがとうございます。